ただいまから理事会見を行います。本日の発表事項は2件です。最初の発表事項は平成30年12月定例県議会提出予定案件についてでございます。知事お願いいたします。はい、平成30年12月定例県議会提出予定案件につきましてご説明を申し上げます。12月定例県議会は12月3日に召集することといたしまして本日召集告示を行ったところでございます。提出案件は条例案7件、予算案4件、その他の決算案件36件などの予定であります。次に条例案につきましてご説明を申し上げます。文化芸術の振興等に関する基本理念等を定める山梨県文化芸術基本条例制定の件などを提出することでいたしました。次に平成30年度12月補正予算につきましてご説明を申し上げます。一般会計の補正予算の規模は28億3000万円余であります。これを規定予算と合わせますと4679億5000万円余となります。次に補正予算の内容といたしまして台風21号24号によって被害を受けました農業施設の速やかな復旧を図るための被災農業者に対する支援、台風により損壊いたしました土木施設等の復旧、人事委員会勧告に基づきます職員給与の補正などに要する経費を計上いたしております。以上が主な提出予定案件でございます。詳細につきましては後ほど財政課長から説明を行わされます。とりあえず私から以上です。ただいまの件につきましてご質問があればお受けいたします。なお知事からもお話ありましたように細かい点につきましては後ほど財政課長が対応させていただきますので全般的なご質問ということでお願いをいたします。何かございますでしょうか。はい、どうぞ。 NHK に来れます。予算の全体依存の全般的なところに含めて21号24号という、災害給与というところが主だというところがありますが、はい、改めてですね今回の予算 の、 そのポイント狙いについて全般的なものをお願いします。はい、今ご指摘いただいたようにですね、特に案件は、今年のですね秋の台風被害21号24号が大変大きな被害がありました。これはハウス、ビニールハウス等の農業用被害だけではなく、道路、山の崖崩れ等々ですね、数字的には後で必要があれば、財政課長からご説明しますけれども、数百以上の、いろんな災害が起こっています。また農業被害では、京都地域を中心に被害が多くなったということで、特にもうすでに生活用道であるとか、非常に危険性が高いところは、県のため今までのですね予算を活用して進めておりますけれども、それでも足らざる部分というものが明確になってきましたので、今回補正をするということであります。合わせて農業被害につきましては、国のこの支援スキームというのが、21号と24号のスキームが違います。そういう意味では、平等にやはり対応すべきだという思いと、復旧だけではなく、その次のですね復興に向けたステージも県全体で後押しをしようというふうな工夫も今回の予算、また既存の事業を使って対応を進めてまいりたいというふうに思っています。よろしいですか。他にいかがでしょうか。それでは次の発表事項でございます。障害者雇用の推進についてです。知事お願いいたします。はい、山梨県では障害のある方々にそれぞれの個性や能力を最大限に発揮していただくという基本的な考え方に立ち、障害者団体の皆様とご相談をする中で県における障害者雇用の推進策につきまして検討を進めてきたところでございます。まず雇用機会の拡充策といたしましては、来年度以降の正職員の採用に向けて採用枠の拡充というものを今検討をさせていただいております。合わせて障害のある方々の多様なニーズにお応えをし、できる限り速やかに活躍の機会を提供するということで、今般第1段階の取り組みとして、知事部局、教育委員会と合わせて56所属、
62人の常勤職員を採用することとして12月から募集を開始をするということにさせていただきます。また障害のある方々が働きやすい職場環境を整備をするということを目的とし、来月中旬に職場への配慮やサポートについて勉強する研修会を開催をするということで、合わせてテレワーク、要するにお職場に来なくてですね、ご自宅でお仕事ができるなど、多様な働き方の導入についてもしっかりと検討を進めてまいりたいというふうに考えております。これからは障害者団体の皆さん方のさらなるご協力も賜りながら着実に取り組み進み、真の共生社会の実現ということに向けて、県が改めてその先導役を果たせるように最大限努力を傾注してまいりたいというふうに考えています。私から以上でございます。ただいまの件につきましてご質問があればお受けいたします。いかがでしょうか。はい、どうぞ。朝日新聞の平畑ですけれども、先ほど知事が第一段階としてっておっしゃってたんですけれども、今後どういうスケジュールで考えますか。第二段階の部分はお手元の配布の資料にもありますように、やはり正規職員の雇用というのが一番望ましいというふうに私は個人的にも思っています。ただ年度をやはりまたいで対応せざるを得ない、特に新規採用の部分は県が知事部局長として対応するということではなく、人事会さんが対応しているということで、来年度の人事会にですね、正規職員の障害者の雇用という部分について今の障害者枠ということの拡充も含めてお願いをしたいということで要請をしてありますので、そういう意味では今回できるだけ早い活躍の舞台に提供という形で来月から募集を開始をします。今回の上限の62人、そして本格的な部分というのは正規職員で来年度以降ですね、能力個性をですね発揮できる、そんな職場環境も整いながら採用枠の拡充ということについてしっかりと人事会ともにお願いをしながら対応を進めてまいりたいというふうに考えています。よろしいですか。他にいかがでしょうか。どうぞ。そうするとまた来年度の正職員の方をいかにこう、雇用するかとか、どういう対策をするかというのはまた改めて別の時期に。はい、先ほど申し上げましたように、一番の目的はいわゆる水増し、障害者の方々の雇用というものが、夏発覚をし、県でも本当に障害者団体、県民の皆さん方にやはり信頼を失ったということをですね、あるいはもう一度信頼を取り戻すような視点というのは、冒頭申し上げましたように障害があってもなくてもやはりそれぞれの個性や能力を最大限発揮していただくということが、一つの大きな目的、この目的に沿って来年度の正規職員の採用枠、正規職員の中で障害を持つ方をどう採用していくのか、していただくのかということも人事会ともよくご相談、また要請もさせてあげながら対応して進めていくということにさせていただきたいというふうに思います。よろしいですか。他に、はい、どうぞ。三日新聞の方です。今回の件に関連するのでちょっと同時にお伺いしたんですけども、障害者雇用の不適切な形状をめぐって、他の都道府県では、その関係する職員を処分するなどのケースがあるんですけども、担当課の方に取材したところ、山梨県は教育委員会ともに今検討中だということなんですが、知事 処分に対する考えをお伺いできますでしょうか。はい、改めて私どもから吉原副知事の方に中心になってもらってですね、今回の障害者雇用のいわゆる水増し問題等につきまして、やはり障害者を障害を持つ皆さんや県民の皆さん方の信頼を先ほども話したように損ねたという点については本当に改めてお詫びを申し上げながら、二度とあってはいけないということでありますから、これを踏まえながら、しっかりと吉原副知事の方に関係者の今後の処分とあり方について、しっかり検討するようにという形で指示をしてあるところであります。よろしいですか。はい、他にございますでしょうか。
次に、最近の動向について知事から4件続けてお話しさせていただきます。よろしくお願いします。はい、第1点目は、先進政策バンクの、優秀政策に人口減少分野におきまして、我が県から出しました全国初、子どもの心のケアのための医療福祉教育機関が集結、安心安組む、つなぐの実現というものが、優秀政策になることが決定しました。なお全体の対象というのは28日に、プレゼンをしてですね、対象になるかどうかは決定されるということのようであります。いずれにしましても3年連続ですね、知事会から、我が県の政策制度がご評価されたことは、まあ、個人的にも非常に嬉しく思いますし、また担当職員だけではなく、やはり今私たちが、次の世代に向けてですね、どういう環境を作るのかという評価が、特に子どもの環境を、充実の部分、人口減少対策の部分について評価されたことは本当に嬉しく思いますし、やっぱこういう制度をどんどんやっぱり事業として対応していくものがですね、全国からも独創性先進性という形でご評価いただけるように、さらに積極的に施策を展開してまいりたいというふうに考えています。この件につきましては以上であります。2点目が、富士山噴火を想定した、まあ、避難訓練であります。21日昨日、実動訓練という形で、県が仲介役になってですね、関係する市町村、関係する国の間等と、合同で実動訓練を行わさせていただきました。私も富士吉田の子ども基礎という特別養護老人ホームと、富士北麓公園での、まあ、自衛隊、富士吉田市立病院、さらにはこの寿町の職員の皆さん方と消防との連携と、実際のその実動訓練を9月3日の頭上訓練をですね、踏まえたもので視察をさせていただき、個人的な本当に感想は、それぞれの専門性を生かしてしっかりやっていただいているなと大変心強く思いました。ただ昨日は休みの日でありましたけども、日中ということもあります。噴火というものが夜の場合も当然ありますし、また非常に寒かったり暑かったりといろんな気象条件もあります。そういういろんな変化に、対応できるようですね、まあ、さらに柔軟にいろんな角度から、今回の実動訓練の、結果も踏まえながら、それぞれ課題というものが、明確になってきた部分をクリアをしながら、来年以降ですね、まあ、さらに関係する機関、省村と連携をしながら、対応を進めていきたいというふうに思った次第であります。3つ目が、富士の国山梨県民祭への発行についてあります。これも3年連続になりますが、今年も県民の皆さんの対象として県民祭といういわゆる市民公募型の県祭を発行させてあります。額はお手元に分かっているように前年と同じように10億円、償還期限は5年という形であります。期日は金曜日に決定させてあります。いずれにしましても、このお預かりた資金で教育施設の整備という形で、今念頭にあるのは、まあ、新しく城南3校が統合してくる、まあ、新設校の部分、さらには山形小学校や高校業の専攻科の建設に、まあ、重点させていただきたいというふうに考えております。4つ目が、年末ジャンボ宝くじについてです。ご覧のとおり宝くじの収益は、約 40% が県、市町村の、まあ、収入になると販売額です。という形で、いずれも公共施設の整備や、子育て支援等に、市町村県とも、充当させていただいてございます。12月21日金曜日までが販売になりますので、ぜひ多くの県民の皆さん方の購入ご参加をお願いしたいと思います。まあ、ちなみに久しぶりに私も、年末ジャンボを私は購入したいと思います。以上です。ただいまの4件につきまして質問があればお受けいたします。何かございますでしょうか。よろしいですか。はい、読売新聞の根岸と申します。先ほどの全国知事会の優秀政策の関係でお伺いしたいんですが、具体的にはこの子どもの心のケアのためにという
集結のどこの部分が評価されたというふうな形になるか。ちょっと細かくもし必要であれば、まあ、審査員の方が決めることなんですが、私の思いはこの今お手元に、総合拠点の整備という形で A3 の、 リーフレットというか資料が私をしていただきます。先ほどちょっとお話ししましたけれども、この4つ の、 教育、医療、福祉、この4つの機関のですね、統合という部分をまとまった形で連携させるという部分の、が一番強く、評価をされたというふうに思っています。それでは全国初、これ以前この仕組みを作るときにもお話をさせていただいたように、やっぱり医療分野だけでも不十分だし、それに福祉や教育という観点を統合して対応するという形で、まあ、集中型というふうな表現もあるかもしれませんが、その部分が一体となって対応が進んでいくということが大きな評価になったというふうに思います。まあ、個別には多分審査員の先生方はそれぞれご専門で対応されているというのもいると思いますけども、いずれにしても3年連続というのは、それぞれの切り口はそれぞれ産前産後ケアセンター、美容事務用の教育の教育化ネットワーク、今回はまた違った視点で子どもの心のケアということを中心にしながらも、教育や医療やまた児相の福祉施設も含めて統合型になったというふうなこと、これはネットワークにいずれ全県的にはしていきますけども、まあ、そういう統合の拠点ができたという施設の機能の連携と、その施設もハード的に統合したという部分が、まあ、高く評価をされたというふうに承知しています。よろしいですか。他にいかがでしょうか。それではこの他の件についてご質問があればお受けいたします。何かございますでしょうか。はい、UDY の現場です。今回の議会がですね、まあ、知事の任期一年任期中最後の、まあ、限界になるかと思うんですが、その、まあ、意気込みじゃないですけど、どのようなそのタイプか、そのお気持ちを聞かせていただければと思います。はい、最終的に先ほどご報告した、今 の、 知事としてのですね、職責を果たすには補正予算をきちっと仕上げる、そして条例案をきちっと仕上げるということが、この議会の私の、今の仕事上でも大きな目標でもあります。さらに言えば、今お話をいただいたように、まあ、今任期の最終的な議会ということで、まあ、この間の私なりの思い、これからの思いというものもしっかり発言をさせていただきたいというふうに思っています。今まだ作成中でありますので、もうしばらくお待ちください。よろしいですか。はい、他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。すいません、障害者雇用でちょっと先ほど の、 採用のことでちょっと確認を、すいません、前後して恐縮なんですけども、知事に来年度中に、まあ、法定雇用率は知事部局検挙率とも達成したいという目標、以前 の、 秋 の、 9月頃のですね、記者会見で説明されてたと思うんですけども、この採用をすることで、まあ、その法定雇用率っていうのを達成できるっていう、そういう計画なんですか。そういう理解でよろしいでしょうか。6月10日への基準という形で、それ以降 の、 障害者雇用の採用というのは、本年度実施した正規雇用の部分で、障害者の方の2名の採用ということを、プラスをして、今日お示しをしたものを、きちっとクリアできれば、法定雇用率は達成できるという計画であります。それではぜひメディアの皆さん方にお願いしたいのは、これはハローワークや県のホームページ、また障害者団体の皆さん方にもお願いをして、こういう採用があるよということを発信は私たちもしていきたいと思っていますが、ぜひメディアの皆さん方におきましても、こういう働き方の場があるよということをですね、ぜひ積極的にお願いできれば、皆さん方にご協力いただいて、県民の皆さん方、特に障害を持つ皆さん方に発信をしていただければ、大変ありがたいと思っています。以上です。よろしいですか。はい、他にいかがでしょうか。
あ、どうぞ。これはちょっと話が前後して恐縮なんですけども、富士山噴火 の避難訓練について、内部的に検証をいつかの段階で何かこう、まあ、総括をされたりというのはあるんでしょうか。当然、昨日取り合わせ終わって、これからいろんな、例えばハザードマップの改定を急いでもらいたいとか、一部報道にありますように、避難があった場合、これは2週間前に地震を想定した避難訓練をやはり昨日と同じように富士吉田市で行いましたけど、いろんな訓練、これは富士山噴火を想定だけではなくて、昨日もちょっと会見でブラさんがお話をしたようにですね、やはり観光客、特に海外のお客様がどうたくさん来た時にどう誘導して、どこにまた、どんな手段で情報をお伝えするのかとか、いろんなことは当然図上訓練をする際にもいろんなシミュレーションをしていましたけども、やはり一つ一つ、昨日も富士吉田が、みんなの皆さん方も集まっているということでありますけども、他の地域でも違った角度から訓練をしていますので、そういうものを取りまとめた形で、防災局が中心になってもらう必要が当然あるんですが、それぞれ市町村、また昨日は自衛隊や私立病院、また民間の皆さんにもご参加をいただいて、そういうところでの、また中でのいろんなまとめというものも多分課題が出てくると思いますから、そういうものを頂戴をしたりして、やはり一過性に終わらせないというのが繰り返し、先ほども話したように訓練というものは対応しなきゃいけませんし、でやっぱり一つの地域の課題、マニュアルというかですね、行動指針ではなくて、それを全県であった場合どうするかという広げる作業というものも当然これから必要になってきますので、そういうことも順次それぞれの関係官からの今回の実動訓練を踏まえたいろんな課題も提供していただいたり、課題の解決策もいろんな意見交換をしながらまとめていきたいというふうに考えています。よろしいですか。他にいかがでしょうか。はい、それでは以上をもちまして知事会見を終了いたします。ありがとうございました。